太陽系には8つの惑星が存在しています。それぞれの惑星に特徴があり、それらを知ることで宇宙の壮大さを実感することができるでしょう。こんにちは、世界の百科事典です。今回は太陽系に存在する8つの惑星をご紹介します。水星。水星は太陽系で最も太陽に近い惑星です。太陽の周りを一周するのに約88日と非常に短い年を持っています。さらにこの惑星の1日は太陽の周りを2周するのに近く、約176地球日もあります。この短い年と長い日の背後には水星の公転と自転の速さの関係があります。実際水星の自転の速さは非常に遅く、太陽の周りを1周するのとほぼ同じ時間がかかります。次に水星の表面を見ると、まるで月のように多くのクレーターに覆われています。これらのクレーターは太古の小惑星や水星の衝突の証拠となっています。また水星は太陽に非常に近いため、昼間の表面温度は427度にも達します。しかし夜にはマイナス173度まで冷え込むという極端な温度差が特徴です。さらに水星には非常に薄い大気しかなく、そのためこの惑星には天気や風が存在しないと言われています。金星。金星は地球と非常に似た大きさを持つにもかかわらず、その気候は大きく異なります。一言で言えば金星の天気は逆転しています。なぜなら金星の大気は二酸化炭素が主成分であり、非常に厚い雲に覆われているからです。これらの厚い雲は太陽の光を惑星の表面に取り込み、強烈な温室効果を生み出しています。そのため金星の表面温度は470度以上と太陽系で最も暑い。さらに金星の雲からは酸性の雨が降り注ぎますが、その高温のため地表に到達する前に蒸発してしまいます。そして金星の地質の特徴を見てみると、多くの平原や山脈が広がっています。実際この惑星の表面の 85% 以上は平原であり、それらの平原の中には巨大な火山も点在しています。例えばマウナロアと呼ばれる火山は、地球のハワイのマウナロア火山よりもさらに大きいと言われています。これらの火山活動は金星の若い地質の証拠であり、現在も継続的に火山活動が行われている可能性が指摘されています。地球。地球は太陽系の8つの惑星の中で生命が確認されている唯一の星です。この特異性の背後には地球独特の環境や条件があります。例えば適切な温度範囲、水の存在、そして生命を維持するのに適した大気組成などが挙げられます。具体的な実例として、地球上の広範囲に分布する水、特に液体の水が存在することは生命の発生と維持のための重要な要素となっています。また酸素を多く含む大気は多様な生命体が生息することを可能にしています。火星。火星は古代には水が存在したとされる惑星です。乾燥した河川や湖の跡が多くの場所で発見されており、これは昔火星に水が流れていたことを示唆しています。また現在でも火星の地下や極地には大量の氷が存在することが確認されています。具体的な例として、火星探査車キュリオシティがゲールクレーターで発見した岩石の層や火星の極地に存在する大量の氷の層などがあります。これらの発見は火星がかつて湿潤な環境であったことを示しています。火星の大気は地球の大気とは大きく異なります。火星の大気は非常に薄く、主成分は二酸化炭素であり、酸素や窒素の量は非常に少ないです。このような薄い大気のため、火星の表面は宇宙空間に非常に近い状態となっており、放射冷却や日射による温度変動が激しいことが特徴です。実際のところ火星の日中の最高気温は摂氏0度程度まで上昇することがあるものの、夜間はマイナス70度以下まで急激に冷え込むことが一般的です。このような厳しい環境は火星に生命が存在する可能性を探る上での大きな課題となっています。木星。木星は太陽系最大の惑星として知られ、巨大な赤い斑点と強力な磁場の存在で有名です。この赤い斑点は実は巨大な嵐で、地球の2倍以上もの大きさを持つことから非常に興味深い現象とされています。さらに木星の磁場は太陽系で最も強力であり、この強大な磁場が多くの衛星や玉機を持つ理由の一つとも言われています。木星の磁場は地球の磁場の約2万倍もの強さを持っており、この強い磁場の影響で木星周辺には放射線帯が形成されています。この放射線帯は未来の有人探査の際の大きな障壁となるとも考えられています。木星は79以上もの衛星を持つことで知られています。
その中でも特に知られているのがガリレオが1610年に発見したガリレオ衛星の4つです。これらの衛星は木星の近くを公転しており、その大きさや特徴が異なることから研究者たちの注目を集めています。またこれら以外にも木星には様々な大きさや形状の衛星が存在しており、それぞれが独特の地質や大気を持っています。例を挙げるとガリレオ衛星の一つエウロパは表面が氷で覆われている一方、地下には液体の海が存在するとされ、生命の存在の可能性が考えられています。またもう一つの衛星ガニメデは太陽系で最大の衛星として知られ、磁場を持つ数少ない衛星の一つです。土星はその輝くリングで広く知られています。これらのリングは主に氷の粒子で構成されており、太陽の光を反射することで美しい光景を生み出しています。実はこれらのリングの起源は謎に包まれており、古い小惑星や衛星が土星の重力によって破壊されてできたという説や、土星の形成初期のガスや塵が凝固してできたという説など、様々な理論が提唱されています。土星はリングだけでなく多数の興味深い衛星にも恵まれています。その中でも注目すべきは太陽系で2番目に大きな衛星タイタンと間欠泉活動が発見されたエンケラドゥスです。タイタンは地球外で唯一大気が厚く発展している衛星として知られており、またエンケラドゥスの下には液体の海が存在すると考えられています。具体的にはタイタンの大気は窒素を主成分とし、地表にはメタンやエタンの湖が存在しています。一方エンケラドゥスは地表のクレーターや裂け目から間欠泉のように水蒸気や塩分を噴出していることが発見されました。天王星、まず天王星は他の惑星とは一味違い、その軸が非常に傾いているのが特徴です。この特異な特徴がどうして生まれたのかというと、天王星が形成された過程や過去に巨大な天体との衝突が原因であると考えられています。事実この傾きは約98度と太陽系の主要な惑星の中で最も大きいです。この極端な傾きのため天王星の北半球や南半球はそれぞれ約42年間の昼または夜が続くという現象が観測されています。これは天王星が太陽の周りを公転するのに約84年かかることからも理解できます。天王星の周りには淡い色のリングが存在し、これもまた天王星独自の魅力の一つです。これらのリングは小さな氷の粒子や岩石からなっており、太陽光の反射が少ないため非常に見にくいとされています。天王星のリングは1977年に初めて地球からの観測で発見されました。その後、ボイジャー2号探査機が天王星を訪れ、詳しいデータを送り返してきました。さらに、天王星には多くの衛星があり、中でもミランダやアリエル、ティタニアなどの氷の衛星は、独特の地形やクレーター、キャニオンを持っており、科学者たちの興味を引き続けています。海王星は、太陽系の外側に位置する青く美しいガス惑星です。なぜ海王星がこのような鮮やかな青色を持っているのかというと、大気中のメタンが太陽光を吸収して青く散乱するためです。海王星の大気は驚異的な強風によって特徴づけられており、時速 2000km を超える風が吹き荒れています。さらに、この風の中にはグライハン天と呼ばれる大きな嵐も存在し、これらは海王星の大気の深い部分で起こる激しい気象現象の一部です。海王星の最も大きな衛星であるトリトンは、非常に興味深い特徴を持っています。トリトンは逆行する軌道で海王星の周りを公転している点が挙げられます。この逆行する軌道は、トリトンがもともとは独立した天体であり、後に海王星の重力に捉えられた可能性を示唆しています。トリトンの地表には間欠泉が存在し、これが活発な地質的活動を示す証拠となっています。これらの間欠泉からは突如として窒素のガスやダストが噴出し、その光景は地球上の間欠泉とはまた異なる壮大なものとなっています。ご視聴いただきありがとうございました。